島新聞の隅です。今日は東京深川に来ています。東京ハゼ釣り研究会の例会に参加させていただきます。技を2本を使った独特な釣り方をなんか紹介したいと思ってますんで、自分でも挑戦したいと思います。よろしくお願いします。隅さん、隅さん、隅さん、あの徳島新聞という新聞社の人なんですけど、あのグレ釣りとかハエ釣りとか昔競技でね、はるちゃん僕らやってた頃は徳島の人すごかったよね。で徳島は阿波町法っていうのがあって、もうとにかくハエ釣り、キス釣り、グレ釣り、チヌ釣り、もう何やってもすごい人たちがいっぱい集まってる地域で、そこでやっぱりあの徳島県庁連っていうのがあってですね、これはすごかったんですよ。全種目で優勝しないと名人になれないっていう。そういうふうに見られますよね。
すずりとかもあると思うんですが、はいはい、あれは日本竿とかするんですか？僕はすずりでも同じ調子の重りであれば日本竿でやります。まあその浅場でやるときはだいたい9月の中旬頃から、うん、バンズっていうところやキスが東京湾に入ってくるんですね、はい、5メーターぐらいのところですから、今日この今この水深さっき船長が言ったように5メーターですから、うん、でどうしても1本でもうその5メーターのところだったらちょっとやっぱりリールでちょい投げの方が広い範囲釣れるけど、僕はあの竿屋だから、はい、どうしても中年の竿でやりたい、うん、あと一番僕はこの糸巻きのいいところはリールつけなくて軽いっていうことでしょうね。場合は帰ったら、帰ったらっていうのはおかしいんですけど、さあ上がりましょうって言った時はこれを竿を抜いてこの分をもうこっちへ巻くんですね、ここへこう巻かないんですよ。そしてまあ帰ってからその出した分を洗面器で洗う、で、あのあれですかね、あの新聞紙の上で干しておいてそれから巻き替える。そうするとゴミのあれがないから詰まりが意外と少ない。それとあとあの上がりでこれでこう巻いてっちゃう人がいると、はい、ナイロンですから水吸ってるんで乾燥して乾くと締まるんですよ。でギュッとこうなると糸巻きが丈夫であればいいけど弱い糸巻きだとポキッと折れちゃう時もある、うん、それからあとここに癖が出ちゃう、こういうこういう風になっちゃう、ナイロンが締め付けられて、その辺の注意はあの糸巻きの釣りではありますよね。なんか巻いてしまいそうです。知らなかった。だから僕はだいたいこうやっていつも釣りやる人にはあのもし巻くんだって指を入れて巻きなさい。上がる時に出した分だけを巻き、ここの糸巻きに戻したいなら指をちょうどこうですよね、こうやってこうやって巻きなさい。指でゴミを取るというか、ゴミも取るし、この緩やかさが乾いてくるとちょうどいいし、そうですそうです、緩やかさが、そうです。少し長めで10尺ぐらいあるんですか？そうですね、10尺よりちょっと長いです、うん、10尺8寸ぐらい。どうもね、私はね、長い方が魚がかかってからこう手応えが、ね、余分に楽しめるんじゃないかと。短いのはあまり好みじゃない、重いですけどね、その、うん、当然その分重いですよね。その辺はちょっと歯を食いしばって痩せがま田辺さんはこの釣り始めてもう30年以上と、うん、いうことなんですね。まあそういうことですね。もっとですか？40年ぐらい、贈呈式です。はい。はい。2位橋本さん82。はい。3位大山さん79。おめでとうございます。ありがとうございます。こっち見せない。バッチ？5位、宮田さん65。あれ？もう中村さん56。これ7位いただきました。51。ありがとうございます。いつも見てます。あ、そうですか。ありがとうございます。おめでとうございました。次、東土船長2号線発表させていただきます。1位、長瀬さん122。素晴らしい。ララ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 ラ
じゃあ2位、タコさん80。おめでとうございます。いやー、下がりました。何回目ぐらいですか。今年初めてやっていただきました。今日調子どうでしたか。今日はもう真ん中で頑張りました。おめでとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。人気 YouTuber のサクパさんです。いや全然人気ではないんですけど、ハゼ釣り頑張ってます。今日は調子どうでしたか。今日はすごく難しかったです。いいところに座れてたんですけど、はい、なかなかこう当たるんですが、こう乗せることがうまくできなかったんで、いやもう真ん中ぐらいですね。さっきさん今日何匹釣られたんですか。今日は56かな。いいところに座ってたんですけど、ちょっと成績振るわずっていう感じで。角だったんですか。角です。角なのにもかかわらず。今回で月例会、カズキの月例会何度目ぐらい。僕ですか、はい、僕今5年目か6年目ぐらいのところですね、うん、はい、5年目になりますね。こうハゼ釣りの楽しさを私も普及したいと考えてます。はい、どういったところが面白いところだと思いますか。やっぱりこうみんな大人でも子供でも、うん、夢中になれるところが一番楽しいと思うんですよね、うん、で初心者の方からこうベテランの方までこう手軽にできる反面、うん、奥もすごく深くて、うん、で食べても美味しいですし、うん、おすすめの釣りです。また何かの形で出演。はい、喜んで。いつもありがとうございます。よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日調子どうでしたか。今日はもう難しくてお手上げですね。何匹でしたか。今日は82です、うん、この釣りの面白いところと難しいところっていうのは、まあ、今日はもうその辺が凝縮して非常に難しかった、うん、逆に面白かった。次に向けてはまたどういったところを。そうだね、結構課題があるんじゃないですか。よくうまく言えないですけど、やっぱり餌の付け方とか、うん、結構大事になってくると思いますよ。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。どうぞ。スイカ長お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はコンディションが渋い。サイズまあ渋いですよね。でかいのはね、ただもう、はい、あ先週その前とかはもうやっぱり即釣りがほぼ即釣りでしたから、今回は最初からもうだんだん落ちていくんですよ。昔は私らはね、忘れますよ。正月3日が農家になってほとんど釣れないんで、今はもう1週ずつやってるんですから、で今頃だんだん大きいのが中心になってくるんですけど、今年は全体的に小さいですね。今日やった大川、はい、隅田川、あそこはもう毎年でかいのをつけるんですけど、今日はダメでしたね。みんなちっちゃかった、うん、東京ハゼ釣り研究会は技を使って日本竿でという形なんですが、これやっぱり伝承していこうというための、まあ、ね、昔からやってるんで僕らは子供の頃から、うん、それをそのまんま江戸技をというか江戸前の釣り文化の中で昔ながらやってるのはこれだけなんですよ。でも他にはもうなくなっちゃった。昔はこの周りにも船屋さんがいっぱいあって、まあ黒鯛釣りだとかボラ釣りだとかもういろんな釣りをやってたんです。もうほとんどなくなりましたね。まあこれだけですね。江戸技をの徳島に僕はね聞いたことがある。徳島の人たちって昔カーボンネットができるまで何でやってたの、うん、竹竿ですよね。竹ですね。どんな竹で、例えば沙織さんとか、うん、そういう人がいたのかどうか、うん、それ調べたことありますよね。ね、それは高橋さんにもいろいろ聞いて、はい、いたらしいんですけど、いわゆる本物の江戸和竿の本当のプロの沙織さんではなかったっ。九州なんかもあんだけ盛んなのに沙織さんっていないで、今残ってるのは江戸和竿の沙織さんだけです。そうなんですね、うん、そういう意味で非常に貴重な。集合何時ですか。あれ
貴重な竿を使う物好きの集まりまたこういろいろその楽しさが広がればと思ってます。ありがとうございました。